街道を熱く盛り上げる、お、先頭打者、ダンスパフォーマンスチーム、おファイターズガールに出ていただきましょう。はい、ミュージックスタート。 Ladies and gentlemen, boys and girls, grab your flags and wave them along with the song. Hey folks, are you ready?さすがファイターズガール効果ですよ。これはちなみにファイターズガールを見に来たよって方どれだけいらっしゃいます？あ、断然多いですね。すごい、やっぱりさすがですね。一応ね、僕東京から昨日やってきたんですけど、ね、はい、こちらの方がやっぱ効果ありましたね。当たり前ですよ、何を言ってるんですか。はい、素晴らしい。じゃあもう早速、ファイターズガールの皆さんから自己紹介、お一人ずついただいてよろしいでしょうか。もうお馴染みだと思いますけれども、はい、はい、皆さん、こんにちは。盛り上がってますか？はい、たくさんの拍手ありがとうございます。はい、私ですね、ただいまガオラスポーツにてアリゾナキャンプを、見てるために、ただいま時差ボケ中です。年配ファイターズがある、札幌市出身、石澤美希です。どうぞよろしくお願いいたします。ガオラスチェックしてる、宣伝までしていただいて、素晴らしい。もう完璧ですよ。キャンプ始まった2月1日から、ずっともうかぶりつきで、そうですよ、皆さん連日中継されてますからね、ガオラスポーツで。いいですよね、もう全試合ね、はい、もうホーム戦全試合もう中継してくれてますね。もう僕が言うこと全部言ってくれました。すいません、何かありますですか。もう本当にありがとうございます、も楽しませていただきます。いやいや、もうこちらこそございます。はい、はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。ファイターズガール2年目の滝谷美優です。私は札幌出身なので、この雪まつりのステージに立てることをとっても楽しみにしてきました。今日は寒さに打ち勝ち、このステージは熱く熱く盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いいですね、元気があります。はい、はい、皆さんこんにちは。ファイターズガール2年目の森彩香です。今日は第70回目という記念すべき札幌は札幌雪まつりを盛り上げていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。そして私の特技はタップダンスなので、
今日は少しだけ披露させていただきたいと思います。大注目ですよこれ。皆さん耳を澄ませていただければ音聞こえると思いますので、うん、ぜひ聞いてみてください。聞けます、聞けます。いきますよ、せーの。おー、これ、これ突っ込んだ方がいいかな。なるほどね、突っ込んだ方がいいかな。大丈夫ですか、ありがとうございます。コンビ芸ですよ、コンビ芸。なるほどね、はい、絶対に。なるほど、いいじゃないですか、はい、シャッターチャンスですよね、今で。はい、はい、皆さん、いきますよ。はい、ありがとうございます。ファイターズガール4年目になりました、安富優奈です。私はガール1のアニメオタクなんですけれども、うん、雪まつりではたくさんのアニメキャラの雪像が作られているのでとっても楽しみにしてきました。今日はそんな雪まつりを盛り上げられるよう精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。アニメオタク。はい、アニメ大好きです。ちなみにどのアニメが好きなんでしょうか。はい、最近ハマっているのがソードアートオンラインっていうアニメなんですけれども。おお、はい、分かる方。おお、いっぱいいる。ありがとうございます。面白いですよね。なるほどね。はい。あの、はい、引き出しがないと引っ張れそうなんですよ。でも雪像を探しに行きましょう。お、行きましょうか。はい、お願いします。ありがとうございます、うん、はい、皆さんこんにちは。ファイターズガールの梶浦ほのかです。私は22年間札幌市在住のザ・ドサンコなので、今日も北海道のこの寒さをですね、皆さん負けないように全力で盛り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。そして私は新体操が得意なので少しだけ技を披露したいと思います。お願いします。特技あるんですね、すごい。新体操ですからね、うん、おーからの、おー、いやありがとうございます。いや、すごいですよ、やっぱ体柔らかいですね。怪我しないで済む、怪我しないで、アスリートに大事、柔らかいでいいですね。さあ、ということで、ファイターズガールの皆さんには一旦下がっていただきますが、はい、後ほどまたダンスしていただけるので、うんうん、しばしお待ちください、ね、はい、再登板あります。はい、それではじゃあ一旦ファイターズガールの皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。いいですね、皆さん、こういう立ち方するんですね。まあ、やっぱり、ね、綺麗に見えますからね、ファイターズガールに再度出ていただきましょうか、はいはい、じゃあ皆さん、はい、シャッターチャンスですよ、うん、ミュージックスタート。夢に向かって走ってる君にその手を引いてあげる僕でいたい。朝一歩ずつ少しずつ世界は生ダンス、うん、これもう今日来られた方幸せな時間でしたよ、はい、ですね、素晴らしい。
これなんかファイターズガールの方からやっぱりね、これからの活動どういう風にやっていくかちょっと聞いていきたいですよね。あ、そうですね。はい、今年の抱負、森さんの方から言っていただいてよろしいでしょうか。本日はこちらのステージイベントにお越しいただきありがとうございました。ファイターズは3月2日からオープン戦、そして3月29日からは開幕戦が始まります。2019年シーズンのチームスローガンであるバクシンのようにバッシグラに突き進み、日本一奪還できますように、引き続きファイターズへの熱い熱いご声援をどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。そして私たちファイターズガールはただいま公式インスタグラムを更新中です。たくさんの情報を発信していきますので、ぜひそちらの方もフォローしていただけると嬉しいです。本日は本当に寒い中ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあインスタフォローしましょう、ファイターズガールの。お願いします。はい、じゃあ皆さん、会場の皆さんも行きましょう、はい、ファイターズ見るならって言ったらガラスポーズで一緒にご発声いただければと思いますよ。はい、はい、行きましょう。皆さん行きましょう、ファイターズ見るならガラスポーズ。